今回第2回目ということで、引き続き釜を製作していきたいと思います。今日は、この壁の部分ですね、この4つのパーツ、これを作っていきたいと思います。この釜っていうのは多分火を入れるとすぐひび入ったり割れてしまうので、割れにくいようにね、4つに分けています。前回の教訓でね、その下の板にベタってくっついちゃうと取りにくいので、今回新聞紙をね下に引いてやりました。どうせこれ焼くので簡単に取り除けるかなと思いました。で、作ったこの板を、垂直に貼り合わせるわけですけれども、ちょっと濡らして、接着剤のような感覚で擦り合わせると、くっついてくれますね。これが正しいやり方かはちょっとわからないんですけれども、ここら辺はもう、自己流で、とりあえずやってみるというところですね。粘土ってね、焼く前に乾かすんですけども、乾かすと結構縮むみたいですね。なので結局寸法を測っても、結局その寸法にはならなそうなんですよね。なので、全体的に、縮むんだったら、特に影響ないかという考えで、最初に測った寸法で、あとはもうそのまま組み上げて、できたところでまたちょっと微調整するみたいな形でやろうと思っています。あとはね、どうせひび入って割れるんで、割れてもこの形が維持できるような作りにしようかなと思ってまして、必要であればワイヤーを巻いたりとかですね、そういう風にしてやっていきたいと思います。まずはね、日光で乾かしてある程度水分を抜いていくというところです。で、次にこの蓋の部分ですね、これは蓋が開けられるようにしたいんですけれども、基本的にはこういった構造で、炎がこう回りやすいように、こういった、湾曲した屋根を作ってみたいと思います。ここら辺はもう粘土細工ですね。少し固まったところで、カッターで切ると、加工がしやすいということが分かってきました。こうやってね、タイミングを見計らえばね、この新聞も綺麗に剥がせるんですよ。一応ね、ここまで来ました。ある程度形が見えてきたんですけども、やはり微調整は必要なようですね。今回は以上です。